タイツ祭りだはい、やってまいりました、はい、第4日市祭り、ねもうお昼から、ねはい、ここの準備をしている段階からこの諏訪公園にはもうたくさんの、方が ねお集まりいただいておりますね、まあ、若干ちょっとねまだもうだいぶ小降りになってきましたけれどもそうです、ね、雨が、はいね、降ってきまして心配だったんですけど、はいね、去年なんかはあの2日目いきなりゲリラ雨みたいなのがバーッと来て大変でしたけれども、はいねまあ、こうやってちょろちょろ降ってくれて、まあ、ギラギラ ね進めてくれたら一番いいかなと思いますけれども、そうですね、はいまあ、この、四日市祭り、はい我々も、ここのステージで7年、させていただいておりますけれども早いです ね土曜日の昼間っ腹からこんなに、多いのは初めてじゃないかなと思います。そうです ね、はい、すごいもうお昼からずっとねあの芝生の上で休憩されたりとか、雨降る前ではもうそんな光景もあったんですけれども、うん、で今ちょっと雨が降っておりますんでね、芝生の方が湿っておりますだからねもうパイプ椅子も埋めていただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。最初寂しいんですよこのスタートした時、うん、カンカン出りん時はパイプ椅子が熱くて座れないんですよ。だから皆さんね、この木の陰にね隠れて、はい見てる感じで我々正面で喋っても、うん、全然もうパイプ椅子に喋っとるようなもんでそう本当に大変やなと思って。まあですね、この今日はここのステージで、はい、第4日市祭りだ2014を、お送りさせていただきたいなと思うんですけれども、皆さん、ステージの方からずっと左をまず見ていただいてぐるっと90度曲がって見ていただきますと、あちらの方に商店街テント村というのがあります。皆さん元気ですか？元気ですか？ありがとうございます、ねあちらの方にも飲食ブースが、並んでおります。今日もですね我々、昼食をあそこで取らさせていただいたんですけどもすごい、美味しい。そして、ビールもまたうまいのが、入っておりますね、もうドリンクからもう何でもありますからね、商店街テント村の方、ぜひご利用いただいてね、ゴミの分別だけ気をつけていただきたいなと思います。そうですね、テント村の前に、ペットボトルとか缶とか燃えるゴミ燃えないゴミとか、そういうのが書いてありますのでぜひですね、はいまあ、そこら辺ご協力いただきましてね、まあまあ、こうやって歩いててゴミ落ちてるなと思ったらもうすぐに、あそこにゴミ箱あるんでそれも協力いただけるとね、みんなで作る祭りになっていくんじゃないかなと思います。はい、ね、お願いします。はい、そして、今日もここのステージではもうたくさんの、出演者がね、控えてるわけなんですけども夜9時までぶっ通しでいろいろとお送りしたいなと思いますね、今日のラインナップをちょっと、言っていきたいなと思います、はい。まずは、児童館この後すぐですね、はい、はい、すごい人数でしたよ。あ、本当ですか？28人ぐらいいましたよ、お子さんが。めっちゃいますね、はい、そして、ミュージカルフィクサー、はい、ね、そして、四日市とんてきの PR でドリーミーが出てきます、はい、で、かつやバンド名古屋から来ていただいております。そして、ピンクジン、はい、これもまたすごいね、もう本当に四日市一の歌手じゃないかなっていう、ね、ちょっと楽しみですね。そして、東京からね、はい帰ってきていただきましたジャムスタンマジック、去年はエリコというね、うん、ソロで出ておりました。そして6時45分からは、お笑いコーナー、今年もオスカープロモーションからね、はい今日は3組の芸人さん来ていただいております。明日はですねお笑いコーナー、はい、ザブングルが、ね来ますんでそちらの方も楽しみにしていただきたいなと思います、はい、そして、アンナ、これはあのナインディグローというね、はいグループで出てましたけど今年はソロで出ます。そして大鳥がストイックレッドということでね、素晴らしいもうロックを見せていただきたいなと、はい
思います。さあ夜9時までぶっ通しですね、テント村の皆さんも、そして、ここのステージの出演者の皆さんも、はい、そしてお客さんも一体になって、はい、この四日市祭り、この諏訪公園ステージを、ね、諏訪公園会場を盛り上げていきたいなと思います。そして、はい、ここで盛り上げるためにですね、うん、我々もう毎年司会を務めさせていただいておりますマック中原と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、そしてアシスタントのまこと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしますね。えもう本当にもうだいぶ先このステージ立ったより小ぶりになってきましたけども、傘を差してる皆さんもちょっとずつ畳んでいらっしゃる方も、ね、まあ本当不安定、はい、不安定な天気ですけれどもね、ステージもテント村も頑張ってやっていきますんで、はい、ぜひ皆さんもね、最終最後の時間まで、まあ、途中ね、商店街もせっかくですから、まあ神社とかもね、いろんなところを回っていただいて休憩はここの、諏訪公園でしていただきたいなと思いますんでね、今日も最後までよろしくお願いいたします。じゃあそれでは、早速ですね、このステージイベントを始めていきたいなと思うんですけれども、はい、まず、トップバッターは児童館です、ね、紹介の方よろしくお願いいたします。はい、諏訪公園内にある児童館子どもの家で活動しているダンスクラブの皆さんです。毎月ですね2回ほど練習しておりまして、さまざまな曲のダンスを踊っているということで、今日もですね可愛い子どもたちがもうさっきガヤガヤガヤとワイワイワイと楽しそうにしておりました。今日はですねちっちゃい子どもが1日限定で妖怪体操第1というのをマクさん踊るそうです。妖怪体操ですよ。妖怪体操って、はい、あ踊ってるの違うの、踊ってるの本当踊ってるの一緒に踊りたくなると思います。はい、ということで皆さんもご期待いただきたいと思います。はい、じゃあそれではですね、もうトップバッター行きたいんですけどもね、この、ステージイベントは第四日市祭りだと言いますね。僕は第四日市祭りって言ったら皆さん、大きく手をかざしていただいてだーとね、突き上げていただきたい。これエンディングでもやりますんでね、まあこの雨を吹き飛ばす勢いで、この四日市のね勢いで、この雨雲を割る勢いで天高く手を伸ばしてダーと言っていただきたいなと思います。それではいきます。皆さん今日も一日お願いします。第四日市祭りダー、ね、はい、じゃあそれではね、もうすでにステージに構えておりますけれども、可愛いちびっ子たち、ね、一生懸命踊ります。この、裏のね児童館というところがあります。そこの仲間でございます。じゃあそれでは行きましょう。児童館の皆さんです。どうぞ。
あ、これやな。